気に入った。私は別に美人でも巨乳でもない普通の女。会社員で彼氏あり、義理20代。会社の規定で先発禁止、ネイル禁止。取引先の男性社員になんでか気に入られたみたいで、名刺にすられている会社のアドレス宛てに。食事に行きましょう。という誘いが届くようになった。私の立場からだと機嫌を損ねたらまずい相手だし、目上なので、やんわりと、いずれまたお仕事できたら、上司も一緒に、とその都度返信した。そしたら会社帰りにその人に待ち伏せされて。これ以上じらされるのは我慢できない。いつ返事をくれるの？と言われた。食事の件でしたら上司と、と言おうとしたら。そうじゃなくて、僕と君との将来のこと。話が通じないオーラがビンビン出てたから、彼氏がいるので、すみません、と言った。そんなの聞いてない。って憤然とされたけど、聞かれなかったので、今後は仕事上のお付き合いだけで。すみませんすみません。とめちゃくちゃ下手に出て、刺激しないよう謝り倒してなんとか逃げ切った。なんでそこで謝るんだと言われるだろうけど、逆上されて暴力振るわれそうだったから怖かった。それで一旦終わったと思ったのに、またメールが来て。考えたんだけど、君の彼氏はただ僕より出会った順番が早いだけであって、たかが順番の違いで僕という可能性を除外されるのは理不尽だ。という内容だった。そして、君は僕という人間をもっと知るべき。知ってから判断するべき。そうでないと不公平。と。うちの社はことなかれ主義で、トラブルをとても嫌うので、上司に相談したら査定が下がるのは目に見えてた。だからまず同性のベテラン先輩に相談し、ベテラン先輩の口利きで担当を代わってもらった。しかしこれが失敗で、相手を逆上させてしまった。あんなに丁寧に説明したのに、不誠実だ。という長長文のメールが来た。そしてまた待ち伏せ。君は僕という人間を知るべきなんだから、これから食事に行って僕の話を聞かなきゃダメだ。みたいなことをガーッとまくし立てられた。さすがに異様だったみたいで、通りかかった女性社員が会社に戻って上司を呼んできてくれた。上司は最初、私と相手が恋愛関係にあって気は喧嘩だと思ったらしいが、相手が。僕という人間を知るべきなんだ。彼氏なんて出会った順番なんだ。の持論を繰り返したので、これは違うと気づいてくれて。ひとまず男同士の話が先ですよ。とかなだめて、私を逃がしてくれた。翌日出勤したら、困るよ。と上司に言われたが、とりあえずメールを全部見せて、私に非はないことが証明できた。好きがあったんじゃないの？とお決まりの言葉は言われたけど、上司はあの後相手を応接室に案内して、そこで因縁向こうの主張を聞いたらしい。長々と話してたけど要するに。正しい敬語が使えるし見た目も清楚で、気に入った。ちょうど結婚を考えていた時期に出会ったのは運命と思うし、適齢期の男女がお互いをよく知ろうと思い合うのは当然。という内容だった。そして上司は私を、その人の担当だけじゃなく企画そのものから外した。抵抗したがダメだった。一年以上かけてやっと通った企画で、私は最初からのメンバーだったのに。おまけに。相手の言い分は間違ってないから食事くらいしてやれ。と。それはお断りします、と言って離れるのが精一杯だった。そして彼氏には申し訳ないけどこれを全部愚痴って、今後も付きまとわれたら、最悪あなたを呼ぶかも、と言っておいた。そうなって欲しくなかったが、結局は長引いて彼氏も呼んで3人で話したり、いろいろすることになった。長くなったからはしょるけど、とにかく相手が話が通じなくて疲弊した。順番とかじゃなく彼氏が好きなんです。僕を知りもしないで判断するのは早い。そもそも判断したくないし必要を感じない。決めつけは良くない。あなたを好きになれそうもない。僕を知りもしないで判断するのは早い。企画を外されるなど迷惑を被ってる。迷惑かけられて好きになれるはずない。企画云々はそっちの社の判断であって僕と関係ない。真に有能なら外されない。いい機会だからことぶき退社すればよい。苦労してやっと入った会社を辞める気はないし、簡単に辞めろという人とは合わない。人間を一面で見るのは良くない。僕を知りもしないで判断するのは早い。何を言っても聞かないから彼氏と3人で話した。なぜか相手は彼氏を見た瞬間、
勝った、と思ったようで、根拠不明。私から見たらあらゆる面で彼氏が勝ってる。上から目線で。粘っても惨めになるだけだよ。と彼氏を説教。やっぱり全く話が噛み合わず、彼氏が。あんな疲れる人間初めて見た。とぐったりしてた。結果的に1年くらいかかったけど、私は秋から支社に異動になった。私の異動先は他社に漏らさないよう会員に通達が行った。コロナなのにあちこち飛び回ったり移動したりしなきゃいけなくて、本当に迷惑を被ったと思う。アパートも当然引っ越し、彼氏のアパートのすぐ近くにした。とにかく大変でした。農家の闇。2年付き合った彼氏と結婚話が出て、彼とうちの両親の間で結納をいつにするかって話になった時、日側から、親戚と相談しなきゃいけないからちょっと待って。みたいに言われて親戚と相談ってなんぞ?と不思議に思って彼に聞いたら、うち本家だから分家にも了解取らんといかんし。と言われ、ますますわからなかった。彼の家には何度もお邪魔してて、彼のお母さんともお姉さんとも普通に仲良くしてたし。そしたらしばらくして、反対してる者がいると言われた。理由は、資産らしい資産がない家の娘さんを、本家の長男の嫁に迎えるのはいかがなものか、と。私の実家は85坪の土地と、その上に建つ築10年の 5LDK の家。それは資産のうちに入らないという。家なんてものは持ってて当たり前のものらしい。え?そういうものなの?って彼に聞いたら、まあそうだろうね。と、あなたのご両親はどう言ってるの?って聞いたら、本家とはいえ、分家の意見無視するわけにもいかないし、今度また話し合うみたいだよ。って言われた。実は私、24歳のその時まで、実家が農家って人は彼氏にも友達にもいなかった。みんな自営業とかサラリーマン。漁師ってのもあったっけ?本家とか分家って言葉がリアルに耳に入ったのは初めてで、なんだか別世界みたいな感覚がした。そしてなぜ私の両親が誰の援助もなく、苦労して建てたマイホームを侮辱されなきゃいけないのか、と強い憤りに駆られた。それで、結婚、お互いにもう一度冷静になって考えた方がいいのかもしれないね、って言ったら彼氏びっくりして。いやいや、それが前提での話じゃん。って言うけど私にはそうは思えなかった。その日はぎくしゃくしたまま別れて、家に帰って考えていたら、夜になって彼から電話がかかってきた。例の件で反対してた親戚、OK が出たよ。って言われたけど、で?って気分にしかならなかった。嬉しいとか良かったとか、そんな気持ちに全くなれなかった。そしてその後、またびっくりする話が出た。でも私こんちの本籍がここと違うからってんで、親戚が今度の土日に調べてくるらしいんだ。それで何も問題なければ結婚 OK らしいよ。って嬉しそうに話した。本籍が違うのは、うちの父が転勤であちこち行って、私の高校受験を機にこっちに家を建てたからだ。ってことは話してあったけど。世の中には悪いことをして、本籍にいられない人もいるから念のためなんだって。言ってる意味はわかるけど、親戚が調べるって何なんだ?どんな大層な農家なんだ?着火マンで燃やせそうな家なのに。本家って、その本家がその程度なのに、財産目当ての結婚とか警戒でもしてんのか?なんかもう私の中で、彼の家、っていうか一族に対する嫌悪感がドロ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 湧いてきて、もうどうにもこうにも結婚なんて考えられなくなっていた。それで私の方から彼に結婚は白紙、別れを切り出した。彼は全く意味がわからないと言った。とにかく彼の家族の一員になれる自信が全くないし、いろんな意味で価値観が違いすぎる、別世界のようだ、などなど、聞かれるままに結婚をやめた理由を言った。彼は彼で、その一つ一つがなぜそれを疑問に思うのか理解できない。と言った。だから結局は育ってきた世界が違うし、考え方が違いすぎる。同じような環境で育った人と結婚した方があなたも幸せになれると思う、歩みよりは無理と言って別れてきた。それで一件落着にはならなかった。それから半月ほど、彼の親戚か知り合いかわからないけど、明らかに関係者からの嫌がらせの電話が毎日続いた。のんびりした口調でくどくどと、
本家に対する侮辱に対して謝罪しろ。という内容。当時、私の父は単身赴任で週末しかいなかったから、家には母と弟の3人で最初は少し怖かった。でもだんだん腹が立ってきて、電話がかかってきたら受話器を置いて放置していた。弟は悪乗りして受話器に向かってお鳴らしたりしてた。でもキリがないので、私から彼にもう一度電話して、これまでの電話は全て録音してある。今後やめないようならこれを持って警察に相談に行くので、周知しておいてほしいと言い、やっと終了した。もちろん農家全てがこんなだとは思っていない。後に知り合った農家の人も農家出身の人も、素敵な人はたくさんいる。だけど農家の闇の深さは衝撃だった。多重人格が生まれる瞬間。小学低学年の頃、親にこっぴどく叱られてる時に起こった現象。目の前の親と1メートルぐらいの間を空けて、向き合いながら叱られている時に、徐々に体が硬直していき、息が少し苦しくなり頭が少しクラクラし始めると。どちらも一歩も動いていないのに、突然部屋の奥行きが伸びていき、すぐ目の前にいるはずの親がスーッと7、8メートル先に離れていき、親の叱る声も小さくなり。その間、自分の体が少し軽くなったというか、ちょっと浮いてるというか、そんな現象を何度か経験している。あれは何だったんだろう。不思議の国のアリス症候群だろ。調べてみたけど、自分の現象としては、不思議の国のアリス症候群に近いと思った。他にも人の顔だけが大きく見えたり、夜寝る時に天井が近くに寄ってきたりして、部屋の空間自体が歪んで見えたり、物事がスローモーションで見えたり、スケール感が変化していたことを思い出した。この現象は何かから解き放たれるような、心地よいものじゃなくて不快感しかなかった。普通のことだよ、それが繰り返し繰り返し行われると多重人格障害になる。私も思った。乖離を起こしてたというか離人症とかそういうのだと思う。乖離性人格障害や多重人格で検索してみて。広い意味での離人症だったのかもしれないけど、乖離性人格障害や多重人格とは少し違うと感じた。でも完全に精神疾患になる一歩手前だったのかもしれない。いずれにしても大人になった今は、一切この現象は起きていないので、ある意味貴重な体験だったと思っている。